ホークスファン、もう勝てない。9月17日対ソフトバンク、負ければソフトバンクの優勝が大きく近づく大事な一戦で3対2で日本ハムが1点差で勝利をしました。ほら言っただろ、ハムにはもう勝てないって。ホークスはハムにトラウマ持ってしまったから、 CS もボコボコにされる。ハムが自信持ってる。ハムの黄金時代始まってるな。ハムには絶対勝てないな。もう潜在的にビビってるやろ。若干2016ハムに見えてきたな。あの時もどうやっても勝てる気しなかった。 CS ハムならきついな。新庄3年目補正でベンチも結束してるやろし、日本シリーズはハムだね。アドバンテージ1勝とホーム開催ってことすべて考慮した上で、ちょうど 50-50 ぐらいの確率だな。日本シリーズいけるの？長打打たれすぎやろ。打線の厚みが全く違う。むしろ楽天はどうやって連勝したんだよ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。